どうも、虫ですよ、タワさんです。前回、コマンドブロックを中心に解説動画を投稿したけど、見なくていいです。おい、年越しに合わせて大急ぎで編集した動画なので、つまり黒歴史なので見るなと。そういうこと。まあ一応前回の続きということで進めていきます。今回は何を解説していくんだ？今回は、指定したブロックを指定した範囲に設置する、フィップコマンド、だよ。座標やブロックの種類を入力するだけで簡単に設置できちゃうよ。お魚さんの上で喋ってるだけだとわかりづらいだろうし、早速解説していくよ。大変だ、意地悪なタワおじさんが道を塞いじゃった。そんな時はこれ、フィップコマンド。これを実行して鉄格子を空気で消してみよう。やった？鉄格子が消えた。このコマンドは、4×4 の範囲に空気を設置するコマンドだね。ニョロニョロと数字で座標指定、あやでブロックの指定をしているよ。このニョロニョロだけど、相対座標というものだよ。相対座標というのは、自分を中心にした座標のことだよ。試しに、このコマンドを実行してみるよ。板ガラスの範囲に設置できたね。自分のいる視点から、X 方向に6ブロック、Y 方向に6ブロック、Z 方向に6ブロック先を終点に、ダイヤモンドブロックを設置するというコマンドだよ。つまりはこういうことだね。自分のいる地点を指定できるのでくっそ便利だよ。これはコマンドブロックにも適用されるので、さっきみたいなことができるんだね。相対座標が難しいって人は、普通に座標入力でも設置できるので、そっちでやってもいいと思うよ。座標入力でやる方はこんな感じだね。普通に支点と終点の座標入力、ブロック ID とデータ値の記載で OK だよ。座標の入力間違いや、ブロック ID のちょっとしたスペルミスで無効になっちゃうから、気をつけてね。座標指定の後のブロック ID っていうのは、ブロックを指定するためのものなんだけど、数が多すぎて覚えるのが大変だよ。ブロック ID をまとめてるサイトを概要欄に載っけておくから、それを見ながらやるのがいいと思うよ。ブロック ID でほとんどのブロックを指定できるけど、中にはブロック ID がない色違いブロックがいるよ。そういう奴らを判別するのにデータ値を使うよ。それぞれ違うデータ値を入力すると。キングクリムゾン、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 キングクリムゾン。こんな感じで、種類を変えることができるよ。ブロック ID のサイトにまとめて載ってるから、チェックしてみてね。あら、こんなところに家の枠組みが、せっかくなのでタワおじさんの家を作ってあげましょう。こんな感じで、最後に、ホロー、とつけてみよう。はい、こんな感じで簡単に豆腐を作れちゃうよ。最後に、ホロー、をつけることで中身を空洞にしてくれるよ。厳密に言うと、中身を空気で埋めてくれるよ。簡単に PVP 場が欲しかったり、豆腐を作りたい時に便利だね。ダイヤ鉱石がいっぱいあるね。ツルハシで掘るのも面倒だし、一気に壊しちゃおう。最後に、デストロイ、をつけるよ。エンティティ化したね。ダイヤ鉱石はタワおじさんに取られちゃった。最後に、デストロイ、をつけることで、元からあったブロックとかをエンティティ化してくれるよ。これは、チェストや、ドロッパー。最近追加された樽なんかでも、何でもエンティティ化するので配布マップとか実用的だよ。タワおじさん、さっきのダイヤをここのチェストに隠したんだね。実験台になってもらおう。試しにさっきの北方を実行してみるよ。こんな感じで、中は空気で埋めちゃうからチェストは消えちゃったね。お宝をここに入れて。最後に、オートイネ、をつけてみるよ。こんな感じで、チェストを壊さず外縁だけを埋めてくれるよ。正直使い道はあんまりない気がするけど、覚えておいて損はないかな。こんなところにビーコンが2つ、タワおじさんが作ったのかな。普通に水で埋めてみるよ。こんな感じで中にあったビーコンはなくなっちゃうね。最後に、ケープ、をつけてみるよ。
ビーコンは無事だね。ケープをつけることで、元から置いてあったブロックは、上書きせず、それ以外のところを埋めてくれるよ。水中に建築したいとき、一旦水なしで建築して、後からこのコマンドで水を設置すれば、かなり楽だね。こんなところに木が、さっきのダイヤはタワさんに取られちゃったし、この木でダイヤをゲットしちゃおう。最後に、レプアセ、とブロック指定をつければ、夢のダイヤの木ができちゃったね。幹はちゃんと無事だよ。設置するブロック、データ体、レプアセ、置き換えるブロックを記入すれば、指定したブロックを置き換えてくれるよ。例えば、タワおじさんの家のデザインが気に食わなかったら、こんな感じで色を変えちゃったりできるよ。つまり、外壁を TNT に変えて爆破したり、昨日セコセコ作った動画のセットを TNT に変えて、爆破したりもできちゃうよ。いやー本当に便利。どうだったかな。なんか僕らは地獄的なところに来ちゃったけど、少しでも役立ててれば僕らも嬉しいよ。僕らはこれからここから脱出する方法を考えるよ。じゃあの。